はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタンキムラです。今日はですね、タワーバトルディオ編究極、こちらのフロアさんですねを攻略していきたいと思います。さあ、パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティの方をね、見ていきましょう。まずはリーダーセロハンですね。初動リレイ、すでに触覚が伸びてる。壁コン、つけなくてもいいんですが、シーザーをつけております。続いて、エキスボカリナですね。馴染む肉体、血管張り、黒属性スピードブーストをつけております。そしてシーザーですね。シーザーにはアビリティは何もつけておりません。そしてスタンバイにはユカコですね。黒ユカコ、殺しに来てくれよと、さっさと答えてよ、必ず仕留めてくれよをつけております。そして、フレンドはイバラディオですね。さあ参りましょう。フロアさんはね、かなり楽な構成ですね。2ラウンドなのでかなり楽ですし、1ラウンドは情報太郎が大きいだけというので、実質1ラウンドで戦うということになってますね。すぐに倒せちゃいます。あとは早く止まってくれよという感じですね。そして触覚は伸びない、触覚は倒した途端に出てくる。どういうことなんでしょうかね、触覚はね。さあ第1ラウンドクリアです。で最終ラウンド第2ラウンドです。はい、では次にシーザーですね。赤のね、SR アブズルでも良かったんですが、まあ、シーザーの方がね、早いということで、シーザーを採用しております。イカと倒されそうですが、大丈夫ですね。イバラディオ、さよなら。そして、イカコが攻撃力が上がる。そして、リオですね、リオじゃない、エキスババリーナが攻撃していきます。さあ触覚が伸びてちょっとうるさいですが大丈夫ですね。触覚が伸びているおかげでイギーも倒せたのかな。イギーも倒せちゃいました。ゲージがたまりにくい。これだと、そしてルカコが何気に強くなっていく。さあ行きましょう。一番先に倒さなきゃいけないのはリサリサ先生です。間違っても他のユニットを倒しちゃうと愉快か、愉快かじゃないですね、リサリサ先生の餌食になっちゃいます。コンボヒットするカウンターですね。これが怖い。なるべくゲージは回収したかったが、これは回収できてない。つらい。攻撃力が強すぎる。逆に辛い。ゲージが回収しきれておりません。大変なことになっております。さあ今度は緊張しながら、非常にまずい
位置ですね。これで倒せるかな、倒せるかな、近寄らないで、カーズ様近寄っちゃダメ、近寄ってしまったカーズ様。さあここは、どうしようかな、カーズ様にヒットするとちょっとよろしくないので逃げます。どうでした、ありました、あなたはこれがありました。ユカコは攻撃力が上がっております。一応ユカコ回復しておきます。でユカコが攻撃をしていきます。いい感じになりました。もうここはねゆっくりやっていきましょう。もう弱点をついて、弱点をついて、カウントリミットあったかな、カウントリミットはないようですね。では遠慮なくいきたいと思います。怖いことになっております。これは本当に怖いので魂チップは使っておきましょう。さあユカコでもう遠慮なく攻撃していきます。距離が足りない、移動距離がない、ユカコは倒れてませんね、大丈夫です。さあバニラアイスで倒せていけるのか、もう一度バニラアイスで攻撃してみましょう。これで倒せましたね。はい、無事倒すことができました。最後はダラダラでしたけども倒せました。よかったです、本当によかったです。簡単だと言ってすみませんでした。はい、最後まで、ね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。ではね、続いてはフロア4ですね、こちらを攻略していきたいと思います。ラストバト